弱戦果を拡張中なり。はい、全国の対空ミサイルファンの皆様おはこんばんちは。第2回ボイスソフトキャラクターソロ実況祭に合わせてリメイクしたいけどそんな時間がないサムシムをやっていきます。サムシミュレータはハンガリーの方が個人で開発したソ連製地対空ミサイルのシミュレータです。シムの開発は終了していますが、今現在戦争中の国が双方ともに運用しているものもあります。サムを操作できるシミュレータはこれくらいしかないため、地対空ミサイルを学ぶにはこれが一番いいんです。というわけで早速やってみましょう。サムは SA2F ガイドライン、シナリオは1960年、いわゆる U2 撃墜事件です。冷戦の真っ只中の1960年5月、ソ連の領空を侵犯していたアメリカの U2 を地対空ミサイルで撃墜した出来事で、サムの有効性が初めて実証された事件です。選択するのは57のミサイル中隊、ここ以外は撃墜不可能です。実際は3発発射していますが、2発は技術的な問題で外れたので、1発だけに設定されているようです。シミュレータを起動します。相変わらずごちゃごちゃしてますね。まずは電源を入れて、Z キーで管制官の画面に、X キーで偵察レーダーの画面になります。210度に2機、270度に1機います。W キーの戦況図で確認しましょう。変ですね。すべて敵機と表示されています。これは5月1日が祝日で、IFF が更新されてないからですね。一つだけ高度が高い、5701が U2 です。追尾レーダーの送信を開始、実戦モードに切り替え、追尾レーダーの受信を開始、追尾レーダーとミサイルランチャーを同期。追尾レーダーを旋回させて210度方向に指向します。方向指示器のこの辺をドラッグすると旋回します。左が仰角、右が方向角です。仰角30、方向角210で反応を確認。どちらかが U2 ですね。とりあえず、仰角が上の目標に合わせて方向仰角を右クリック。A キーの画面から距離を操作し、右クリック。あと射程も表示。管制官が手動で追尾してくれます。速度と高度を確認。U2 っぽいので安全装置を解除。ミサイルの発射準備、警報。ミサイルの準備には30秒かかります。ミサイルの有効射程を考えて準備しましょう。ちなみにさっきも言った通り、この当時のトラッキングは手動になります。半自動指令誘導手動照準という方式です。また、誘導方法と信管の設定もできますが、誘導方法はデフォルトの巫女四角誘導方式、ハーフリードアングル。信管は通常の近接信管です。ミサイルの発射準備が完了しました。ここからジャイロがオーバーヒートする5分間発射可能になります。射程ギリギリだと届かなくなることもあるので、少し待ちましょう。誘導方法はここで切り替えられますが、左から高度制限ありの巫女四角誘導、通常の巫女四角誘導、スリーポイント誘導になります。昔の動画でこれが比例航法とか言ってますが、比例航法は追尾誘導なので厳密に言えば違います。巫女四角誘導は目標の速度と距離からミサイルの衝突地点を計算する方法です。このミサイルではその角度を半分にして誘導しています。発射。テトリスブロックみたいなやつがミサイルです。警報はそろそろ消しておきましょう。右のエコーは迎撃に失敗したスホーイ級です。この日は祝日だったので、情報伝達がうまくいかず、U2 を見つけられませんでした。ちなみにこの30分後に、サムがミグ19を5撃墜しています。ミサイルの起爆を確認。速度と高度を見て、撃墜したかどうか確認します。どちらも徐々に低下してるので、撃墜しました。終了するときは、電源の右にあるボタンを押してください。AAR を確認すると25メートル付近の起爆で撃墜したことがわかりますね。下のボタンからセーブすれば先ほどのように Google Earth 上で表示することが可能です。そんなわけでサムシムをやってみました。無料で公開されており、しかもマニュアルは全て日本語に翻訳されています。ストアとかでミサイル作るときに参考になるんじゃないでしょうかね。私は大いに参考にしてます。さあ皆さんもぜひダウンロード。それじゃ動画はここまで。また別の動画でお会いしましょう。